歌舞伎役者11代目市川海老蔵さんです。盛大な拍手でお迎えください。それでは一言頂戴できますでしょうか。お招きいただきましてありがとうございます。市川海老蔵でございます。この度は、プレゼンターということで大変恐縮ですけれどもお招きいただきまして感謝しております。私はブログと出会ってまだ短いんですけれどもブログというものを通して多くの方とつながれたなということを深く感謝しています。それでは本日よろしくお願いいたします。発表しますか。はい、はい、それでは準備の方よろしいでしょうか。はいはい、さあそれではブログオブザイヤー2015最優秀賞の発表でございます。では市川海老蔵さんお願いいたします。はい、それでは最優秀賞を発表いたします。最優秀賞は佐々木健介の旦那ちゃんブログの佐々木健介さん、そして底の毛底の毛鬼嫁が通るの北斗晶さん、佐々木健介北斗晶ご夫婦のダブル受賞となります。おめでとうございます。佐々木健介さん、そして北斗晶さん、おめでとうございます。さあ本日は佐々木健介さんにお越しいただいております。どうぞステージにお上がりください。それではここで藤田社長よりトロフィーの授与です。藤田社長よろしくお願いします。おめでとうございます。では金色のトロフィーを皆さんの方に向けて写真撮影でございます。ではせっかくですので3名様お揃いのお写真も今日のブログに書いていただけるんでしょうか。3人でお並びいただきますか。この度は最優秀賞という素晴らしい賞をいただき本当にありがとうございます。自分は女房、息子たち、愛犬と、なんかこう、サザエさん一家のような、こう、ブログに、こう、憧れてやらせていただいてます。なんか、すごく、なんか、ほんわかした雰囲気ですけども、皆さんにこういうふうに見ていただいて、本当に幸せに思っております。なんでもないような日常ですが、なんか、この日常が、一番幸せだなと昨年本当に思い知ったので、少しでも多くの笑顔を皆さんに届けられたらなと思います。文才もあまりないですけども一生懸命楽しくやらせていただいてますのでまたこれからもよろしくお願いいたします。佐々木さん、今日はお手紙を預かってらっしゃると聞いておりますが、あ、はい、北斗からいただいて、あ、そうですか、はい、ではご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ブログを見てくれている読者の皆様へ、本日はブログオブザイヤー2015の最優秀賞に夫婦揃って選んでいただきとても嬉しく光栄に思っております。ブログを始めて今年6年、何気ない日常の生活や息子たちの成長を日記代わりに書いていたつもりが、多くの方々からいつもブログを見て元気をもらっています、そう声をかけていただくことが多くなり、私のブログを楽しみにしてくれて元気になってくれている人がいる限りは続けていこう、
そんな思いで6年やってきましたが、昨年がんになり闘病生活になってからは毎日毎日を家族や友人とともに、私の壊れそうな心をずっとずっと支え励まし続けてくれたのは読者の皆さんでした。読者の皆さんに元気をあげるのではなく、元気をもらっていたのは私でした。今では読者の皆さんに、読者の皆さんは私にとって頑張る気力の源です。本当に毎日たくさんのコメントをありがとうございます。真夜中の眠れない時も皆さんからの応援のコメントを読んで励まされ、朝を迎えたことは何度もありました。現在は休業中のため、私と皆さんを唯一つないでくれているアメブロさんに心より感謝いたします。まだまだ私の戦いは続きますが、おはようからのブログで始められる一日を心から感謝し、これからも家族4人とおっさんのような愛犬との毎日を皆さんに見ていただけたらと思います。最後になりましたが、本当に素晴らしい賞をありがとうございました。そして私は元気です。北斗晶、ありがとうございます。ブログオブザイヤー2015最優秀賞は佐々木健介、北斗晶ご夫妻のダブル受賞となりました。改めて盛大な拍手をお送りください。おめでとうございました。